このキスケは逃げも隠れもしねえ。手間暇省いて俺の方から来てやったぜ。相性はどこだ、出てきやがれ。裏切り者と呼ばわったそのわけ、じっくり聞かせてもらおうか。親方様がうぬなどに哀れるはずがあろうや。ゲロ、調子に乗りよって。任務のためなら兄弟のように育った6人の仲間をも冷酷に切り捨てるキスケが裏切るとは思いもよらなんだ。未練たらしく腰にぶら下げた6つのドクロは後悔からか。ウヌヌを添えてドクロ7つ、野杖にでもうずめてくれよう。共に美濃へ向かったあの時とはまるで別人じゃ。一体何がお主をそこまで変えたというんじゃ。使命を覚えておらんのか。共に鳴神の城に潜入したではないか。お主本当にキスケか。これはしたり、年葉もいかぬに並ならぬ腕前。されど所詮は忍びごときの芸当、柳生雪之丞の敵ではない。異様な殺気をまといやがる。こいつ相当にできる。柳生といや、まさか柳生新陰流の。このたわけめが己の雇い主の顔も忘れたか。一